ちは。神戸市灘区にある、マヤさん、複製大、にやってきました。今回は、ここ、複製大から、六甲山を、のんびり下山していきたいと、思います。右手にあるのが、通り、天上寺です。参拝される際は、左手にある駐車場を、利用しましょう。時間制ではなく、1回500円みたいです。サイクリングされてる方がちらほらいらっしゃいますね。元気ですよね。私は絶対に無理だ。
左手一帯が六甲山牧場ですね。六甲山牧場は昔ワンコを連れてよく遊びに行ってました。でも今はペット同伴禁止になってるんですよね。マナー違反が多かったのか、時代の流れなのか、なんか寂しい感じもしますね。三叉路、右に行きましょう。の交差点を右折しましょう。ここから
表六甲ドライブウェイです。表六甲ドライブウェイを南下していきましょう。右手にあるのが、八幡展望台です。夜景スポットとして、有名な展望台ですね。
ラブして、道なりに進むと、引き続き、表六甲ドライブウェイですが、左に曲がって、東に大きく、迂回するルートを行きましょう。今回、私は、左に行く、ルートを選びましたが、皆さんでしたら、どちらの、ルートで下山しますか？やっぱり、表六甲ドライブウェイですかね？ご意見いただければ、幸いです。新六甲大橋、下の、交差点です。左側が、表六甲ドライブウェイなので、ここで、表六甲ドライブウェイと、合流する形ですね。どちらで下山しても、距離的にも、時間的にも、大きな差は、なさそうですね。この辺りから、徐々に街の、景色へと変わっていきますね。2丁目の交差点を右折しましょう。
あたりを右折しましょう。一旦停止を左折して、南下しましょう。ここから、神戸、六甲線ですね。六甲登山口の交差点です。斜め左の細い路地へ入っていきましょう。右手に阪急六甲駅が見えてきましたね。阪急六甲駅に到着しました。六甲さんの下山ドライブはいかがでしたか？街中ぶらりドライブとはまた違った楽しさがありましたね。灘区や東灘区のドライブも点を増やしていきたいですね。おすすめのルートや場所があればぜひ教えてください。ではこの辺でドライブを終わりたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。